剣味玉剣味玉は金属製の小さな球体の健康器具。鉄端、鉄球、高球、補低鉄球、瞑想球、未進球などとも呼ばれる。手のひらで二つまたはそれ以上の玉を回転させて使用し、指先の器用さの向上、手のリラックス、手術後の筋力と運動能力の回復などに用いられる。西洋のストレスボールと似た用途で使用される。 最初の県民玉は、明の時代の河北省補定市で作成されたとされ、もともとは、鉄でできていたため、鉄球と呼ばれていた。現在でも、補定市では、県民玉の生産の代表地である。県民玉の中身、ワイヤーと大遺跡金属加工の技術の発展に、伴い、鉄球の人気は高まった。広報の多様化も進んだ。県民玉の多くは二つ一組の中空の球体により、 構成され、球体の内側には、金属製や、石製の小さな玉とそれが、外側の球体に触れることで、音が鳴るベルが入っている。現代の剣微玉の多くは、尻尾や木と真鍮の線で、装飾されているが、落としたり玉同士がすれたりすることで簡単に欠けるので、あくまで装飾に過ぎない。他にも、翡翠目の大理石などの様々な石が材料として用いられる。 一般的な顕微玉は軽量であるため、治療用途での使用に適しているとされる。鉄、鋼、単価タングステンで作られた重い顕微玉は回転させるのに力を必要とするため、筋力トレーニングにも用いられる。使用中の顕微玉基本的な使用方法は、玉同士を接触させたまま片手の手のひらの上で場所を入れ替えるように回すというものである。慣れてくると、 玉同士が離れるまで回転速度を徐々に上げることができ、最終的には玉同士を接触させずに回転させることができるようになる。三つ以上の玉を用いて、二つの時と同じように玉同士を接触させないよう回転させる技術もあるが、通常は人差し指が仕切りとして用いられる。一般的な顕微玉の大きさは38から 42mm で順に中大。 45から 47mm 台、50から 52mm 特大、55mm 超特大、60から 63mm などの様々なサイズがある。逆に小さなサイズで25から 37mm のものもある。大きなものでは70から 100mm のものも存在する。弾が大きくなるほど弾同士を接触させずに回転させるには、 技術が必要となる。手のひらの上で回転させる場所を変えたり、玉が当たる面積や玉の回転の軌道を変えることで、特定の指や関節に負荷をかけることもできる。科学的な裏付けはないが、顕微玉を手のツボを押す代替医療として利用すると、手の筋肉を鍛え、脳機能を改善し、ストレスを軽減すると考えられている。また、老化防止。 睡眠改善にも効果があるとされる。ありがとうございます。